うん、すごく楽しいイベントでしたね。でなんか規模も GDC とは比べて GDC は大きすぎちゃうんだけども、今回のリブートはやっぱりすごく本当に開発者だけが集まって、しかもヨーロッパの人たちがたくさん集まってやってるっていう、なんかこのコミュニティの感覚がすごく良かったと思います。 It's tons of fun. He loves the community atmosphere. He feels GDC is a bit too big. This has the perfect size and a lot of industry people together. The community is great. まあ、今回僕の今回テーマは、まあ、失敗なんですよね。失敗経験っていうものをみんなに話したんですけども、まあ、僕自身なんていうかまあ、師匠である三上真嗣さんというレジェントイブルを作ったディレクターさんがいて、まあ、彼が僕にとってのゲーム業界のある意味、まあ、師匠みたいな感じなんですけども、彼がすごく言ってたのは、人の成功体験というものは自分に何の経験にもならないけども、人の失敗体験というのは自分にとって半分ぐらいの経験になると。本人の 100% の経験はないんだけども、失敗体験というのは自分に置き換えて考えることができるから、その経験はすごく大きいっていうふうに、まあ、教えてもらって、で三上さんからたくさんの失敗経験を僕教えてもらったんですよね。でもそれってすごく現場で役に立ったんですけども、まあ、そういうことがこの場所でたくさんのみんなが話をして、いろんな経験を得ることによって、まあ、自分たちが同じ状況になったら、そういえばあの時に聞いた話っていうのの、なんか一つのいくつかのなんかインプットになればよくて、でそれがじゃあ自分はこうやって動こうというアウトプットにつながっていくような場になればいいなと思って。His mentor, Shinji Mikami, creator of Resident Evil, taught him a lot about his own failures, and that really helped him a lot as a creator. So he feels like talking about his failures here, his canceled games at an event, would really help developers going forward. If everyone could talk about their own experiences and give advice to people, that would really help the community as a whole and help people going forward. この後は、まあ、日本人だとスエリさんが講演するので、彼の講演も絶対見たいなと思います。He definitely wants to see Swery's talk later today.